呼ばれた経緯とかどうやって来るんですか。林先生からのリクエストがあったらぜひ出てくださいよって。16歳で東大合格、東大一般入試入れるかって言うと、いや受かるに決まってんじゃんとしか言いようがないかなと。最初の頃はね、苦労しましたもんね。これもう何がどうなってんだみたいな感じですごい困ったんですけど、これ以外の未来はないと思うんです。じゃあ実際今具体的にどんな研究してるんですか。そうでは始まりました、もちゃちゃんね。さあ、今回は準レギュラーにやってきてもらいました。炎の男。炎の男。炎上と常に隣り合わせ。僕炎上したことないと思いますけど。カリさんなんですけども、いや、なんと、林先生の初耳学に出るということで。そうですね、もう収録終わりましたね。すごいですね。まあ多分もうこの当日に一応出していると思うので、うん、まあ多分初耳学を見る前の方と、多分見た後の方がいると思うんですけど、はい、まあ見る前の方はですね、本日、6月20日22時から、カリさん出てきますので。そうですね、まあ、変更にならなければそうですけど、そうですね、こちらの、まあ、その予定ですね、はい、出てきますのでぜひ見てみてください。インタビュー、いやーどうでした。でもいや超緊張しましたね。テレビ収録自体初めてだったので、まずもうスタッフの人が30人ぐらいいて、もそれだけでも緊張するじゃないですか。そうですよね。林先生と僕だけ座ってて2人をまあガン見してってみたいな、ちょっとまああれはプレッシャーになりましたね。そうですよね、はい。でも呼ばれた経緯とかどうやって来るんですか。だって今まで出てるゲストとかめちゃくちゃすごい人たちじゃないですか。そうですね、小池都知事だったり、まあ、ローラさんだったり、うん、渡辺直美さんだったり、うん、いわゆるトップの有名人という感じでダルビッシュさんのところに出たりしましたね、はい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 、そこに並ぶんですよ。まあ僕もびっくりしましたけどね。俺呼ばれちゃったみたいな、そういう感じでしたけどね。どうやってそこに入ったんですか、そのラインナップに。そうですね、林先生自身が結構その YouTube をまあ見ていらっしゃるみたいで、そうなんですね、まあ、お忙しいと思うんですけれど、はい、で僕の YouTube の動画をまあめっちゃいっぱい見てて、はい、なんならまあそこに出ていた言葉とかもメモってるぐらい僕も気に入ってくださってるみたいで、だからぜひ呼びたいと、ぜひいろんなまず AI についてだとか社会についても勉強についていろいろ語ってくれということで、もう僕呼ばれたという感じですね、はい、すごいですね。それじゃあスタッフの方から連絡が直に来たんですよね。そうですね、林先生からのリクエストがあったんでぜひ出てくださいよという。へえ、はい、すごい。それ DM とかですか、それともメール、まあ、メールで来ましたね。あ、メールで来て、へえ、すごい。やっぱりまあ、ね、今ちょうどねドラゴン桜もやってるとこなんで、うんうん、ですよね、多分、まあ、そうですね、まあそれも絡んで、まあ、僕を、まあ、そのリアルドラゴン桜みたいな感じにリアルドラゴン桜、まあ、紹介したみたいな感じでいろいろまた編集されると思うんですけど、でも全然あのできないとこからじゃないですけどね。しかも入試形態も全然違うって。まあそうですね。じゃあそういうですね、一体カリスさんはね、まあ、何者なのかっていうわけなんですけども、それはカリスで出たんですか。カリスで出ました、はい。うわーすごい、まあ、YouTube のまんまですね、まあ、YouTube の宣伝とかいっぱい入れましたね。なので林先生自身がもう YouTube、まあ、こういうチャンネルなのでぜひまあみんな見てみてくださいみたいな、林先生自身がもうおっしゃってくれたぐらいなので、はい、すごい。どんだけでもねすごい宣伝入れてめちゃめちゃカットされてる、悲しいですよ。ぜひどうなったか、まあ、1回ぐらい入るんじゃないか、十数回ぐらいの入ったと思うね、ぜひ見てみてください、このねオンエア。ちゃんと宣伝してますよ TBS。 TBS さんこの宣伝効果で視聴率がいいかもしれないから。そんな感じだったと思うんですけど、そうですよね、カリスさん一体何者なんだっていうことなんですけど、もともと韓国のどこで生まれたんですか。釜山ですね。あ、そうそう、南側の方ですね。釜山の方言出るんですか。出ないです。もともと方言持ったことがないので、そうなんですね、標準語で喋ってたんじゃないかなと思います。喋って、はい、でそこでこう勉強していって、はい、普通に勉強していくと思いきや、まあめちゃめちゃすごいわけじゃないですか。なんたってね、16歳で東大合格っていうのは、うん、まあ、前代未聞。まあまあおそらくそのだと思いますけど、はい、でまあみんながね、いやいや東大18歳じゃねえと入れねえんだよってきて、うん、でもうすごいね、一時期 TikTok とか荒れましたけど、うん、僕の、まあ、あとなんかもう外国人入試だとめちゃめちゃまあちょろいんで、なんかそんな大したことないでしょみたいなのもなんかよく流れたりしますよね。いやいやいや全然、だってね、そう、韓国の高校生の時にいわゆる普通に高校3年まで終わってる人たちと戦ったわけですもんね。そうですね、まあ、まず最初に足切りがあって、
って、うん、足切り用トータマ750人中上位5位までがその土台入れる仕組みで、うんまあ、僕3位だったので、まあ、これが多分上位 0.4% なので、うんまあ、めちゃめちゃ入りやすいかというまあそんなことはないと思うんですけど、ねまあ、自分的にはまあ割と簡単だったんじゃないかなと思いますけど、はい、あすごいベスト3だったわけですからそのねこうずらっと並んでいる留学生入試をそこででもなぜ東大に行こうと思ったんですか。テレビ番組の中ではその、まあ、ドラゴン桜を見てなんか影響されたからっていうのがああもちろんまあそれも実際にあったと思うんですけど、うん、なんとなく技術立国というと、まあ、日本とアメリカという、うんまあ、そういうイメージ型っていうのは大きいですからね、うん、特に当時はまあ12年前だと日本 GDP2 位でしたからね、うん、あ今だとまあだいぶ雲行き怪しいですけどね、うん、それがあってっていうのがそうですね、あとはあれですもんね兵役行きたくないっていうねあまあ間違いなくありますね、はい、すごいそこもね兵役、うん、学生で永住権日本で初めて取ったそうですね能力だけだと史上初となります史上初のそうなんかね、はい、学歴中学歴中ってコメントしてる人たちあのね全然違うんですよ世界レベルの方ですからねあの日本のなんかもう学歴中で全然分けてないみたいな東大とかってコメントいっぱい来ますけどいやいやいやそういうレベルではありません、ね、まあ海外のいろんな大学からも呼ばれて一緒に研究したりもして、まあ、4年連続でヨーロッパのトップ大学に行ってましたねケンブリッジだったりとか、うん、そうなんですよあと全然桁が違いますので東大一般入試入れるかって言うとそれは受かるに決まってんじゃんとしかも言いようがないかなと思います、うん、そう、それでしかも16歳でねもう東大側もいえ16歳で合格者出ちゃったってなってねどうしよう入れないからって言って日本語勉強してたんですもんねだってねまあ、そもそもそういう仕組みにはなっているんですけれども、まあ、半年韓国の大学として、まあ、もう半年東大で、まあ、日本語教育みたいなのを受けさせられて僕何の身にもなってないですけど、はいまあ、それに言います、空白の8ヶ月ぐらいみたいなのがあって、まあ、それでまあ2年ぐらい遅れて入りました、ね、空白の8ヶ月すごいもう笑顔はすぐるみたいな分かんないそうです、まあ、受かってから、まあ、それから、ねまあ、予備教育みたいなそれが始まるまで、はいはい、単純に期間が空いていたので、まあ、空白の、はいすごいなそういう形でやってってでいざね本当に東大に入ったわけですからねそれでで入って、はい、でもやっぱりね最初の頃はね苦労しましたもんねまあだいぶ苦労しましたねまあそもそも日本語はもちろんできるじゃできるんですけれど、まあ、日本でその住んでそれでまあ授業を受けてきたということはない、うん、特に東大の先生方で大体早口じゃないですか、うん、字もめっちゃ汚いしてくれもう何がどうなってんだみたいな多分すごい困ったんですけれど、うん、でもまあ半年ぐらい慣れましたね考えてみてくださいその留学生って枠じゃなくてもう本当にね周り日本人たちと同じようにやってったんですもんねそうですね特に東大の学部なんて2クラスに1人ぐらいしか留学生はいないので、うんはい、特にまあ留学生に対して何かやってるとかそういうのも一切ないですね、うん、今は分かんないですけど、うん、でまあ理系でこうやっていってしかも修士に入りそして博士に入り博士課程持ってますからねまあ博士号を持ってます博士課程博士課程とか違う博士号を持ってますからもう、はい、博士の称号を持ってるわけですからもうそれ取れるっていかにすごいことかまあそうですねそもそも、博士課程入ってそれで、まあ、博士号取得できるの多分、ね、全体4割とかかなって思います、うんまあ、半分以上はまあ土地でもう無理だっていうのをやめるんですよ ね, そうですね言語学とかもそうですほぼほぼ無理なんで、うん、東大で博士、まあ、あとは結構、まあ、3年で取れない人の方が多いと思う圧倒的に多いですねうんですね、ちょっとどれぐらいなのか分かんないですけどね結構まあ4年ぐらいになる人多いですね、うん、やりますね、うん、やっぱり5年6年いて結局ダメだったって人いっぱいいるんで、うん、ストレートで博士取るの結構大変ですし、うん、あとまあ研究業績とかで見れば多分僕上位分かんないですね1割とか、まあ、5% とか、まあ、そんなもんだと思うので、うんめちゃめちゃね、はい、論文引用されてますからねそうですまあ380回だけ引用されてますね380回でこの辺もねそのいわゆる単なる学歴中たちの凄さがわからないのであそうですね僕ぐらいの年齢は大体50回とかかなと思います380回東大、ねまあ、AI で博士号取りましたってなっても50回とかですねそれに対して380回だとやっぱり、まあ、破格かなと思いますねすごい教授みたいじゃないですかだってもうそれもう今年もほとんども1日に1回ぐらい引用されてます難毛線でもゲームでもしてます寝て起きたらもう1回増えてみたいな感じですね、はい、そうですよだからこれどんだけすごいかがねちょっとね多分なんかほら東大で筆記試験受けて合格する方がなんかすごいって思ってるかもしれないですけど、うん、桁が違います、はい、もうめちゃくちゃですよこれ、うん、380回もうそれは林先生の目にも留まるような実績ですよそれはあと林先生自身もよくなんか生意気みたいなキャラでよく見えることが多いじゃないですか、うん、上から目線みたいな、はい、だから僕の YouTube とかで僕はやっぱり自信を持ってなんか言っているのででもまあ自信を持ってまあ言うからこそまあみんなまあそれについてきてもそれ信じてくれみたいなことはね、うん、それは僕は大事だと思っているんでそういう考え方が近いっていうのもやはり、まあ、読んでくれたまあ理由だったんじゃないかなと思いますね。
じゃあ実際今具体的にどんな研究してるんですか？医療 AI の研究をやってますね、はい、そもそも医療 AI が何かというと、例えば MRI だったり CT だったり医療画像があって、その中にまあ癌だったり出血だったり、そういったあらゆるまあ異常だったりを検出して、まあ早期診断だったり誤診防止につなげる、まあそういったものがまあ医療 AI です、うん、まあその診断に限る、もちろん手術に使うこともできます、うん、まあ予防予測に使うこともできます、いろいろできますけど、そういうのでまあそれがいろいろ注目されてるわけですもんね。そう、むしろまあそれ以外の未来はないと思うんですね。日本なんて少子高齢化がどんどん進んでいって、うん、医療を受ける必要がある、まあ、その高齢者の方がどんどん増えてますけれど、熟年医でどんどん減っているんですね。だからそもそもまあちゃんとしたその診断だったりも受けていない方々がすごい多いと現状、うんうん、まあ、それでいろいろ3秒に1枚とかも、例えば医療画像も見てもそれチェックしないといけない、はい、そういうのもしょっちゅうありますので、夜中の3時4時とか見ないといけないと、それなる、もう見逃して、まあ、現実問題といっぱい生じています。だからまあそれはまあ人手が足りないため AI で何とかするしかまあないですし、さらにですね、 COVID-19 の影響もまあもろに食らってますからね。だから今はもう医療発展寸前なので、もう医療 AI で今すぐに何とかするしかないので、まあそういうの頑張ってる感じですね。なるほど、それは期待ですね。これからまたね、すごいチャンスっていくっていうのをね、見たいと思いますけど、まあそうできるようにまあ頑張ります。ここからね、もういろいろメディアとかにもバンバン取り上げられるようになっていくかもしれないですから。そうですね、実際にやってる事業内容としてもそれに見合うものにできるようにまあ頑張りたいと思います。すごい人だったということで、みんな多分今すいませんでしたってたくさんコメントに来てるかもしれない。いや、まあ来てないと思いますけどね。うん、これでね、ぜひオンエア見てもらえればと思いますので、はい、まあ見逃してもまたありますよね。あのパラビとか TVer で多分やってます。TVer で1週間公開されることになってます。はい、あと YouTube にもダイジェスト版ですけど、20分ぐらい僕のをインタビューしたものが、うん、まあ1ヶ月4週間だったかな、うん、まあ公開されますね。はい、ぜひそちらも見てみてください。すごい、これでね。そうですね、僕が伝えた方のまあたった一つです。日本人に必要な美意識っておもてなしじゃなくて成り上がりだと僕は思っているんですね。自分ならできる、その自分ならばどんなまあ世界を作っていくのか、そういった意識を持って行動すればどんどん世界面白くなりますし、まあ、そんな面白きこともなき、この世をどんどん面白くできればいいかなと思うので、ぜひ皆さん、まあ、いろんなことをチャレンジしていきましょう。はい、成り上がっていきましょう。そう、みんな覇気を持って頑張ろう。